これからご紹介するのは子どもからお年寄りまで行える簡単な椅子ヨガです。呼吸と同時に動きを行うことで体に意識を向け、気の流れ道をきれいにしていきます。フォーカシングヨガの方でもご説明いたしましたけれども、気は生命エネルギーを意味しています。気の流れ道を良くすることによって健康な体が維持できます。皆さんご存知のように病は気からといって、気が病んだ状態がまさに病気ですよね。ですのでこの椅子ヨガの方で気の流れ道をきれいにして健康な体を維持していきたいと思います。それでは椅子ヨガを皆さんで行っていきたいと思います。